いつも大変お世話になっております、楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回は半導体関連銘柄の2021年7月期式決算発表が始まる、その見どころを解説と題しましてお話をさせていただきます。この動画、もしご評価いただけるようでしたら、いいね、それと登録をお願いできると幸いでございます。 2021年7月期の決算発表が、この10月の中旬から始まるわけであります、その前に、ですねこれ、半導体関連、やはり非常なテーマであります、その前に、今、半導体関連の革命がどういう状況に置かれているのか、そしてこの先、どういうふうに行こうとしているのか、そこをですね一つ外観して、決算前の準備としたいと。 いうのののがこの動画の趣旨でございますご覧いただいてますのが、世界半導体出荷金額、3か月移動平均であります。どんどん上の方に行っているということです。過去のピークというのが2018年の秋、10月ですね。 2018年秋の10月にありましたそこをピークとして一旦大きく下がったんですがすぐに回復を始めましたそして今年の5月頃に過去最高を更新どんどん今更新しているということでありますこの中には値上げの効果も入っております値上げというのは TSMC がですねこの10 12月期から 平均して15%の値上げを打ち出してはいるんですけれども、TSMC 以外のファンドリー、例えば UMC というファンドリーが台湾にありますけれども、そういうところが TFC より前に値上げに入ったということもあります。まあ、そういうふうなロジック半導体の値上げというのが、どうもこの半年ないし1年の間、あるようでございまして、この値上げも入っております。ももちろん数量の増加も入っていると ということでありますで、まあ、この中でやはり結構深刻な半導体不足が起きているということでありまして、今、設備投資の方が大変活発になっているということであります。 これ、TSMC の月次売り上げ高であります。まだ8月までしか出ておりませんが、前年比で2桁増ということになっております。ただ、ですね過去最高が2021年6月の状態だったんですけども、そこからちょっと落ちております。9月はアップル向けがですね始まるはずなんですけども、10、12月、結構これは年末商戦のシーズンに向けて、半導体の出荷が増える頃であります。 でこれまでの設備投資の成果がある程度出てきているのではないかなというのが期待であります。あともう1つは、ですねやはりこの値上げ、ですね先端半導体で1桁ナノの先端半導体で10%、そしてそれ以外の汎用半導体で20%という値上げを打ち出しているわけなんですが。 これれが10 12月かららおそらく業績に反映されるだろうと思います。まあ、値上げの場合ですと、値上げした分が営業利益に加わるということになりますので、採算はかなり良くなるということなんですが、まあ、実際に設備投資と減価償却費とのま差し引きの勘定でもありますので、この決算発表で,です、ね、会社側が先行き、どういうふうに見通しているのか、ここ、実は非常に興味のあるところであります。 市況でありますけども D-RAM のスポット指標が相変わらず下がっているということでありましてこれがですねやはり大口市況に影響を与えているということでありますまあ、ただあの D-RAM やはりメモリーより今注目点というのはロジックでありますやはり今フル生産しているのが5 n の半導体そして 7nm もそうです 来年、量産が始まるのが3ナノということであります。あるいは汎用半導体ですと、自動車が本当にこれ、半導体不足で減産になってしまうということですね。それから産業機器に対しても半導体不足が広まっている、半導体製造装置に対しても半導体不足がは広まっているということでありまして、やはりそのメモリーよりも、ですねやはりロジックの方に注目がいくということにはなるだろうと思います。 それからメモリーでもですね、このフラッシュメモリー、難度型フラッシュメモリーなんですが、若干視境が底打ちしております。これ理由がありましてですね、どうもデータセンター向けの SSD ですね、要するにハードディスクではなくて、半導体。 難度型フラッシュメモリーを組み合わせた記録媒体こちらの出荷がどうも増えておりましてこれが全体の需給関係を強く持っていっているということですまあ、この辺りが一つポイントになるかなというふうに思いますで、この中で日米の半導体製造装置の販売高3回水道平均を見てみますとあの国によってやはりちょっと波動に違いはあるんですが基本的に前年を上回る 好調な売り上げが続いていてるととうことです、まあ、今回の決算で,です、ね、やはり TSMC、インテル、サムソンですね、この3社がどういうふうな設備投資の見通しを出してくるのか、ここはやはり引き続き注目点だろうと思います。 はい、でフィラデルフィア半導体指数なんですけども、これ見ますと、下がっているということです。まあ、あのとそれから今日の東京マーケットですね、上がってはいるんですけども、ちょっとこのフィラデルフィア半導体指数で言いますと、もたついた動きになっている、まあ、業績は非常にいいわけ、各社とも半導体関連の業績、大変いいわけなんですけども、この株価と業績、どういうふうに見比べるのかと。 こういうこと、これもまた重要なテーマであろうと思います。はい、こういう中で決算発表スケジュールを見ていきたいのですが、9月28日にマイクロンの決算がありました。これについては動画で皆さんにご報告いたしました。そして10月14日、TSMC の決算発表があります。やはり重要です。これははっきり言って重要です。あの株価よりもですね、どこがどういうふうに伸びているのか、設備投資はどうなのか。 要するに業界全体がどういう方向に向いているのかを調べるために、やはり TSMC の計算というのは必ず見とかないといけないということです。そして、半導体製造装置で言いますと、やはり20日にある ASML ホールディング EUV 旅行装置の販売台数ですね。 それだけではありません、えー、一世代前の ARF ・液晶露光装置、これが汎用半導体でも結構レベルの高いものには大量に出荷されているはずでありますので、このあたりの出荷もどの程度なのか、これはやはり重要な会社になろうかと思います。それからデバイスメーカーでいうと、インテル、それからインテルよりも今、重要になってますが、AMD であります。 AMD がどの程度伸びているのか、これ非常に重要なポイントであります。えー、もちろんパソコン向けがどの程度も伸びているのか、それからサーバー向けの CPU もやっておりますので、これの伸び、あとですね、PlayStation5 と Microsoft の新型 Xbox ですね、これの CPU もここが設計して TSMC が作るという形になっておりますので、やはりデバイスメーカーということになりますと、この AMD の計算が やはり一つ大きな注目点になろうかなというふうに考えているところであります。それから日本の半導体製造装置ということになりますと、21日にディスコがあります、そして27日にスクリーンホールディングス、そして28日にアドバンテスト、29日にレーザーテック、これは計算発表だけになりますが、あと来月の12日、ちょっと遅れますけど、東京エレクトロンと。 こ,ういうことになってまいります、まあ、このあたりがですね、どういう決算で先行きをどういう見通し,しているのか、ここはやはり非常に重要なポイントになろうかと思います。やはり重要なのがですね、アドバンテスト、レーザーテック、東京エレクトロン、この3社であろうというふうに思います。あと、海外で、アメリカですと20日にラムリサーチがあります。これ実は難度型の 型フラッシュメモリー、そういうメモリー向けに強い前工程の会社ですが、ロジックも最近伸びているということですね。それからちょっと地味ではあるんですが、この28日にある ALA コーポレーションですね、これ、シリコンウェア血管検査装置で、市場をほとんど独占している会社であります。半導体製造ラインを作るときに、このシリコンウェア血管検査装置は必ず必要になります。 当然、シーコンエア会社、サムコやあるいは信越化学工業が設備投資をやる場合でも、このシーコンエア血管検査装置は必ず必要になります。結構、ハイエンドになると高いものでありますので、まあ、業績はどうなのか、どうなっているのか、一つ注目点かなというふうに思います。あと、半導体の大手ユーザーとして、28日のアップル。 そして26日にマイクロソフトがあって、これも28日、アマゾンドットコムがあります。やはりアップルはですね半導体の大口ユーザーであります。TSMC のトップクラスのユーザーでありますので、その業績はどうなっているのか、これはやはり重要なポイントだろうと思います。それからアマゾンとマイクロソフトについては、アマゾンは AWS。 a m アマゾンウェブサービスですね、クラウドサービスです。Microsoft も Azure というクラウドサービスをやってますおります。当然、データセンターはかなりでかいのを使いますので、ここがやはり半導体の需要としては大きいものになりますので、まあ、このあたりの業績動向、を一つ注目されておころうかなと思うわけであります。 はいまあ、あのこういうふうにです、ね、7月の決算が出てまいりますと、11月下旬に NVIDIA があります、そして同じく11月下旬に製造装置ではアプライドマテリアルズがありますので、来月になりますけれども、中旬から下旬にかけてです、ね、一回この決算の動きを確かめるという動きにもなってまいるかと思います。 まあ今回はですねあの目標株価等の変更はございません来週の TSMC からですね決算発表重要スケジュールが続きますので皆さんもぜひ関心を持って半導体株見ていただきたいと考える次第でございます今回は以上でございますこの動画もしご評価いただけるようでしたらいいねそれと登録をお願いできると幸いでございますご静聴ありがとうございました